日本中の皆さんどうも。何が？はい、来ましたよ。で、これね、カリスマスティックと五三川やってきました。で、これね、これはお前、毛ガニおじさん、はい、これで、はい、琵琶湖で、はい、あの50アップ釣ったそれ54センチ、そのもののルアーだな。全くそのルアー、そのルアーを今借りました。で、針がちょっと錆びとるかもしれない。で、ここの結び目は50アップつった時の結び目、縁起がいいよ。あ、マジで？そうやろ。もうちょっと切った方がいいんじゃない？いやいやいや、これ伸ばしとく。かっこいいな。かっこいい。最近はお前、毛ガニおじさんはこの辺で人気者らしいやん。なんかね、五三街に来ると、結構あの人が多いじゃんね。チアさんはチヤホヤされて、ちょっと気分いいんだろう。釣れんだよ。あ、だから毛ガニおじさんかっこいいってことやろ。いや、かっこいいじゃない。いや、だから、まさかケガニおじさん、見た目は釣り、もう釣りそうな感じだ。握手とか今日求められた？いや、さすがに今コロナのあれだからさ、そういうのはない。いや、でも今日も声かけられた。4人声かけられた。ケガニおじさんですかって。そうですか。あ、はい、ちったら、あ、見てますよ。あ、気分いいわ。行こう行こう行こう。ちょっと釣らないかんぞ。行くぞ。おじさんと約束してたこと俺忘れててね。まあ今日ちょっと一本出して帰ろうかな。いや、忘れとった。うい。あ、調子はいいよ。いいか、ちょっと1本取ろうよ。ねえ、今日何、尺忘れてきたの？お、忘れてきた。焦ってきて。もう約束しとること忘れとったよ。おー、俺びっくりした。これ何言っていいの？これ、これ言っていいの？いいよ、いいよ、別に。皆さん、今日ね、五三川に3時に約束してたんですけど、完全に高橋くん、忘れて。琵琶湖行っとったよ。琵琶湖行っとったんだよ。再生回数目当てのお前、ガサガサ行っとったよ。最悪。あれ、そうやった。お、来い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 。え、どこに？今、鯉が跳ねた。鯉がおる？生地やねん。か、顔かくでも、毛ガニおじさんも結構人気者らしいな。ありがとうございます。ありがとうございます。最近、いや、五三川に来ると声かけられるんだよ。いや、だからそれイケメンだからだって。いや、イケメンじゃないで。だからやっぱり YouTuber として認められてきたな。一言言わせてもらっていい？何？来月49なんだけど。もう50見えてきてかっこいい。来年50だね。そのリールもかっこいいやん、めちゃめちゃ。いや、これあれじゃん、高橋君。いや、そのハゲ取る感じがまたいいやん。あ、ちょうどこの俺が塗装したのが取れてきて、あ、ちょうどいい感じになってきて、めっちゃかっこいいやん。アンタレスだね、これね。移動、投げて移動していきますよ。絶対一匹取るからね。まあ、どこで釣れるかわからへん、この辺は。この前は何、結構いい回遊するんだ。もうここでよく釣れるよ。うわ、ミスキャストやんけね。反応ないね。やっぱり用釣りシャッド持ってきてないからな。五三川はもうなかなか釣れないね。この間巨大 A かけたやん。なんかリールが調子悪くなっちゃったな、あの A のせいで。巨大 A がなんか調子悪いな。さあ、今ケガニおじさんにこれ借りました。これ 4,5 年前に俺があげたやつやろ。おお、確かそうだね。なんか全部あれだよね、もらっとるよね、ほとんど、ね、サムロアのサミング、これなら間違いないわ。それね、昔長良川でね、ハスって言ったハス。マジで。ということで、もう今6時になっちゃったんで。もう6時回っとるね。で、ロストしまくって。高橋くん、何これ、竿折れたの？うわ、それはまあちょっと事故でな。うわ、すごいな。20キロのエイと戦ったやん、それ。いつやったの、それ。だから、あのシーバスの時よ。あー、あの、こないだの30分の動画、全部エイって言ったの？全部見て。あー、見るわ見るわ見る。飛ばし飛ばしじゃなくてね。飛ばし飛ばしで見たっていうやろ。まあ、俺もそんなんやけど。いや、でもお前の振り合いは俺ほぼ全部見てる。マジで？ノーカットで。まあ、ほぼ全部見てる。あ、すごいすごいすごい。振り合いフィッシング、なかなかいい。何、行きたかったんでしょ、でも。動画見てな。動画見て行きたかった。行けばよかったかなと思ったけど、あ、まあ俺は行くことないわ。みんな喜んだと思うよ、来たら。ああ、もうそうか、人見知りだからさ。本当？人見知りなの？人見知りだよ。ああ、人見知りだから、まあおそぼさんも来たしね。うん、来てくれたね。ありがたいよね、みんな。コリンコリンフェルナンドコーチャー持ってん。何フェルナンドって？そういう子。俺が名前つけたんだよ。あ、自分が。コリンコリンコーチャーっていうのは、コリンコリンフェルナンドコーチャーなんだよ。そうじゃね、モンティエルのあれを。そう俺が付け立ったのよ。ボクシングの。そうモンティエル。だから彼も出世するよ。いや、結構ね、優しい子だったよ。マジで？うん、一番若い子だったけど、優しい子だった。若いでも35ぐらいの、いや、30… コーチャーは32って言ったのね。あ、もう30代だよね。まあ、
今日ちょっとまあ早めに締めますか。今日終わるかねえ。高橋君も琵琶湖の帰りで疲れてるみたいなんでね。なんだったらお前、もう俺んち泊まって明日朝からやってもええで。いや今日何時から釣りしてたん？3時まあ4時間、5、6時間か。いや、そんなにやっとらん。もうあんまり当たりもないもんで、もうあの心は折れた。まあキャストし続けんとね。あ、俺もね、前ね、5年前だわ、ここに来てね、絶対やってやるっつって、朝やで、朝5時からぐるんと12時間やったのよ。12時間。おう、で、ずもう全部歩いて五山を、お向こうの下流の方まで全部歩いて、上流から下流まで朝5時からやる、やって、で夕方になったけど、でもう12時間だよ、ノン休憩で、でも一匹釣ってやろうってやり続けて、夕方までノーバイト、ノーバイト、ほいでそれでも釣ってやるってやっとったら、もう薄暗い6時半ぐらいかな、ちょうどそこの底で、クランクベイト、ゴールドに投げとったら20センチのバスがうーわーって食ってきて、1日やって1日やって、きたーってクランクベイトの黒金のやつで、おお黒金ね、釣ったんだよ。釣ったの？その時俺12時間投げたからな、ほぼほぼノン休憩よ。ちょっともうサイズじゃないよね。だから嬉しかった、ものすごい。まあもちろん再生回数は3000回ぐらいだったけど、人気ねえから。まあちっちゃいからね、やっぱね、男の釣りはね、数字が伸びない。だから、あの、なんていうの、可愛いお姉ちゃんがね、絶対これ卑怯だよね、これみんな。いや、卑怯とは言ってはいけない、彼女たちも頑張ってるから、ただ、俺そんだけやっても3000回だったのよ、ガチンコで。飯だってお前、あのコンビニ行っておにぎりかじって、お前、右手でおにぎりかじりながらキャストしてるレベルよ。マジで？うん、それで3000回やろ。少ないね。おまんで、うちのヒーラギアよ、おったやろ。おったね。あいつが出たら、必ず3万回を超えるんだよ。へー、データ出てる。それはない、釣れんでも3万回は行くって感じ。シルエットだよ、サムネのシルエットで。スタイルがいいしね。シルエットだけでクリックする。マジで。だからで、サムネは絶対ヒーラギさんを出すんだよね。そうそうそう、サムネは。そしたらもう全部3万回超えちゃうのよ。で、俺は3000回やん。卑怯だよね、それ。いや、卑怯とは言わんけど、釣り人が男を求めてない、色物求めてるよと。おちんこが立ち反り返っちゃって。いつまで撮るんですか、高橋さん。え、なんすか。いつまで撮るんですか、高橋さん。てか、この絵面何に使うんですか。しかも、もう若いバザーばっかだから、もう盛りじゃんね、みんな。盛りがついとるから、あと親父もそう。ね、で、男がやったら、お前、俺の動画見て、この間わざわざ四国行って、四国往復でね、ホテル代込みで。もう大変よ。大変だよ、ね。俺で再生回数3000回。四国まで行って。復刻編っていうのがあるからな。ただ今回は、もう俺はそのつもりなくて、いや俺もないよ。映画ザ・ブラックバス今回で最後よ。俺も釣りに対するわ今日で。さあ行くつもりでいるよ。そんぐらいの覚悟でやんないと。やめたるわ。昨日の全員坊主でさ、あんな環境の悪い状態だったよ。やったるわ。誰がやっても坊主よ。もう俺だから特別一匹ひねり出しただけや。普通の人がやったら坊主や。たまたまな。俺もな、わざわざ昨日行ってやったよ。わざわざ。で、ひらきさん、ちょろっと出ただけで3万回いっちゃうんでしょ。3万回。で、いつまで撮るんですか、高橋さん。え、なんすか。いつまで撮るんですか、高橋さん。てか、この絵面何に使うんですか。どういうことですか。くさ。これはね、しかもうちのチャンネルなんかもう10回ぐらいしか出たことないんだよ、ひらきなんか。ああ、そんだけなんだ。俺なんか今まで何百回も出てるんだよね。で、最近動画出しても動画1000回しか再生されんつって。最近減ったよね、なんかね、視聴回数ね。今だから俺が引退詐欺とかいろいろやっとったからな。ああ、ね、そういうことやっとったの。だから視聴者がクソしかいないとか暴言吐いとったらもう見ません言って。あ、マジで。それいつ去年。いや、でもさ、俺そこも俺のそのなんていうのかな、再生されないクソっていうさ、可愛いところよ。それをさ、視聴者はバカだから真に受けちゃって、もう見ません言って。正しく何
相変わらずねちっこい俺の方にカメラが回ってもだんだんねちっこいな相変わらず性格がねちっこれなんか永遠に続くよね。これほっといたら1時間続くで、ね、ああいやそれで俺は、ま、俺がそういうちょっといやだから、うん、あの本気で釣りしてる人を見たいのよ。視聴者は継続されるとか俺まで待っとるよマジで。で俺は、うん、結構適当にやってるからあんま人気はないがな。まあ適当かとか言おう、まあ俺には分からないけど、うん、まあでも一生懸命頑張っとるじゃん。いややっぱだから釣りに人生、うん、ただよこれ来る前にも動画撮ってきたんだけど、うん、釣りに人生かけた男の魚釣り YouTuber おるやん。いやみんなそういう人ばっかじゃ ん、 なんか全然再生されてないやん。絶対釣ったるちって、ね、うん、で、うん、再生回数1万いけばおんのじやん。ああ行って2万3万飯食えるの3万っていうか正直俺から言うと再生回数5万じゃ飯食えんで。まあそんなんじゃいかんね。あのね再生回数5万回行くやん、うん、釣りって単価がいいのよ、うん、0.3 円なんだよ。だから5万回行ったら約1万5千、うん、ね、かんざっくり言うと、うん、まあチャンネルによっても動画の長さによっても違うけど、あ違う、ね、だいたい5万回で1万5千回多くて2万なのよ収益ね。食える？食えなだからみんなだからもうこれだけじゃ食ってけんじゃんね。そうそうそう。だからみんな普通にまあ本職があって、うん、YouTube やってるって感じだよね、うん、それが色物、うん、色、まあ、女系とか女の子可愛い子釣ってきたら、うん、そんな子がちょっと頑張っちゃったら、うん、頑張る言うてもそんな5時間ぐらいやで、うん、行って5時間頑張るだけや。まあ5時間もやっとらんかもしれんわね。こっちは12時間やっとんやん。12時間ね、うん、向こうは5時間ちょっと頑張っただけや、うん、再生回数20万回10倍違う、うん、で再生回数20万回いってごらん、うん、1回の再生20万で 0.3 円だったら6万円やろう、うん、なすごい、ね、で毎日やってごらん180万円すごい、ね、6万円の30で180万円。やめられんねやめられませんがな、ね、なんだその笑い方ということを、いや俺はだからあえてちゃちゃあの YouTube のあのみんなこういうこと言わないじゃん学でかお話は長いよもうあのなみんな他の YouTuber そういうこと上っ面で言わないじゃん、うん、俺がだから現実のバス釣り YouTuber になりたいって高校生とか中学生が俺に相談に来るから、うん、そんな甘いもんじゃねえよって、うん、だから要するに透けこまし能力がないとやれねえぜって。ああそういうことね透けこまし、うん、要するに女を囲えるぐらいの能力ないと。ああまあなるほどね。だってやっぱり、うん、お前そんなもんあれやで、まあうん、要するに紐でも何でもやれるようなやり手の男だったら、うん、そんなもん女の子10人連れてきたらいいじゃん。だけどさ女の子でも若くて可愛い子じゃないとダメじゃんね。うん、うん、違う。嘘ブスでも頑張ってりゃ再生される。例えば太っとってももちろんブスでもだから、うん、女の子が頑張ってる時点で応援したいやん。あ、何見た目関係ない。関係ない。そんなに間違いない。間違いない。じゃあ例えば年齢いってる女の人でもいいの。35まで。あ、それは何それは何。いやでも40でも若く見えたら OK。 あ、色気があるとか。色気があるとか。あ、いや熟女みたいな。そう、色気がある人は OK やけど。なるほどなるほ ど、 なるほど。基本は、うん、ただいまいちその見た目良くなくても、うん、泣きながら頑張れるぐらい頑張ってる子はあめっちゃ再生される。なんで応援したくなる。そうそうそう、女の子をだから頑張れ頑張れみたいな。へえ。で男が頑張ってごらん。俺のね知ってる昔からしていろんな人、うん、毎日一生懸命釣り行ってな、うん、人生を釣りにかけて、うん、毎日動画出して。それであの全然メンバーの人。いや違う違う違う。他の人で、ね、名前はちょっと出さんけど、うん、全然再生されない。全然全然全く全く。いや再生されても1万いけば御の字。でも熱意はあるんだよね。熱意はある熱意はある日日人生かけて釣りやってやってで月収30万ないとな。で結局 YouTube 収益で20万あってもガソリン代から釣り代が経費かかるがなでそこそこ有名な人。いやだからそんな人ばっかりよ。ああなるほど、うん、だから食えないぞって。ああまあそれだあの甘くないんだよね YouTube ってね。いやコツコツある。それはだから人気が出る、うんうん、ポテンシャル持ってる女の子は頑張ったらすぐ人気よ。まあね、うん、だポテンシャルないとダメ。まあね、誰でもってわけじゃない。そうだね、うん、でも毛ガニおじさん、はい、あなた今日ここに来て4人のファンに4人に声かけられて、うん、まあ本当は撮りたかったんだけどやっぱりね、うん、一般のアングラーだからね、うん、まあそこはまあ回さずにカメラ。人気あるでそれ。だから五山川に来ると、うん、あれだわ釣れんでもなんか気持ちいいわ。
あれやるか、あの上州屋にちょっと営業かけるか。俺ちょっと営業に、いや営業かけたらゲガニオンさんの知り合いなんですけど、ちょっとルアーとちょっとサイン会、上州屋と上州屋とブンブンとフィッシングイート全部俺が営業かけたるわ。ブンブンだから岐阜にあるんでしょ。俺も一応俺も営業マンだぞ。元な言葉は立つぞ俺も。俺が営業かけて、俺知り合いで有名なバス釣り YouTuber 知ってんだよと。弱小 YouTuber やろう。だから一回上州屋でサイン会で10万でいいよって。もちろん金もらうんだぞ。絶対やらんぞそんなもん。いや上州屋の社長 OK だったら OK やん。まあでもああいう有名な YouTuber だったらね、釣り、まあ、いろんな人おるけど、うん、多分10万ぐらい出すだろうね。10万どころじゃないんかもしれんぞ。某 M さんなんかね。誰ピアモネ。某 M って誰だ。マスゲンか。おお。そういくらもらっとんかな俺知らん。あれ何個人的付き合いそこまでないから分かんないけど金はもらっとんやろな。まあサイン会やったかどうか知らんけどね俺も。もうよく分かんないけど、まあだから名前が通りゃだから金もらっていいよ。だってお前だって人気なんだから。だからねここに来るとね声かけられたね。いやだから人気が出てきたんだよ今。そうだ今人気が、うん、今までそうでもなかったやろ。そうそうそう、それが株と一緒。そうそう、株を買って寝かしとったら定位株が今上がって株価が上がってきたんだよ。そう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 。でフレアフィッシングやったもんだからお前、うん、またうん、触れ合いたいと。じゃあ意外にね見てくれるんだって、うん、あれだからフレアフィッシング。お前それで釣り業界に乗っかったらお前、最後講演会だよ。ケガニおじさんの講演会。おう、あのあれだお前、あっちの愛知県知事とか岐阜県知事とかな、うん、ここだったら誤算が岐阜県だ。おう、知事と対談だよ。対談だね。対談。おいいね。ケガニさんどうもみたいな。いいね。おうで岐阜のああいうなんかあの観光大使。観光大使だよ。いいね。わかった、観光大使だわ。俺が任命する。なんて。あなたは五山川の観光大使だ、うん、養老の観光大使だね。そうこの養老町の養老町、うん、政治家なんか俺来たら、うん、俺関係ねえよっつって。いいちょっと養老いいね。養老の観光大使いいよね。政治家に言い張るわ俺。俺が決めたって。お前はあなたは今日から岐阜県養老町の、うん、養老町の町の町だ。町だよね。うん、うん、町だ。この町の町長だ。町長。観光大使だ。観光大使でしょ。だから PR しなかんだよねもうこれ。いやもういるだけでいいのよ。あ本当。だからびっくりしちゃうから視聴者が。ケガニおじさんが観光大使なんですかって。すごい。だったら養老町に引っ越そうかなみたいな。だって有名なんだよ皆さん。五山川みんな知ってる。めちゃくちゃ有名だからね。そうやね。だったらお前最終的にお前お岐阜市長とかな。お前岐阜市長はちょっと無理だろ。なるなるなる。お前養老町の町長も無理やろ。いや観光大使だぞお前。気持ちいいよね。気持ちいいよね。岐阜県がお金くれちゃう。だからもう観光大使で、うん、年間500万ぐらいだ。あくれる。あの、うん、なんちゅうの、あのだからあのキャラクターなんかもうブラックバスにしちゃってね。う、うん、もうあの養老で。そうお前 CBC がほっとかんで東海テレビが。そうだわ。お前帯持てるで CBC で。ああそうね、CBC か東海テレビで、うん、ケガニおじさん夕方5時から1時間の お前がニュースやってるよね。いやいやお前がそういうバラエティ的なやるのよ。おおなるほど。おおいいね。いいね。気持ちいいね。そしたらね AKB とかな SKE あたりがな追って愛知県のアイドルね。そうで仕切りがお前だから。そうそうそう、あのケガニおじさんにいい、ね、反論できるしたら番組下ろされちゃうから。いいね、誰も反論できないから気持ちいいね。みんながケガニさんケガニさんで SKE の若い可愛い子もな、ケガニおじさん今日も見て、今日もよろしくお願いします。そうやって あ, いよいよあるなんたも年収お前奥行くで。いやほんでアイドルとね一緒に仕事して、当時のお前ゆえやきにゃんにゃんみたいな番組作れよ。皆さん知らないと思うよね。夕方からお前ゆえやきにゃんにゃん、もう皆さん知らないよね。あれやったらお前年収奥だ。いいわ。おちょっとだだく皆さん疲れてきました。帰ろ帰ろ。1時間ぐらいかかるんだよね。帰ろ帰ろ。まだ終われんだろう釣るまで。みんなこれ誰もいなくなった。今から釣れると思うよ。もうちょっとできるよ。もう暗くなったら終わりだけどな。あそう、まだあと30分ぐらい。ああ釣ったろうや。ここで終われんだろう、まあ、俺見てロングウェイ。ああロングウェイね。いいよいいよ。それでここで食ってきたらね今日ね。ロングウェイ、往年のネルワです。ロングウェイといえば結構昔からある、まあ、ちなみに僕はロングウェイで釣ったことないです。まあでも名作ルアーなんで釣れる可能性ありますよ。十分反応あるか。ちょっと釣ろうよ。何としても一匹。この辺の地形は何です。大体わかる。お、クロスった。
リオドでちょっと粘ったんだけど釣れなかったな。ザオある？釣れんかったね。マスト明日行かんのか。何マストでも毛ガニおじさんも人気だってよかったやん。なんで？あ、ご参加で視聴者の人のファンも出てきて、ね、今度あのリサイタルやれやん。サイン会みたいな。お前では有名人じゃないだろ。だから毛ガニおじさんのなんかあの椅子とかさ、なテントみたいなの用意してさ、プレブそう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 、ちょっとしたあんで、あのあこういう例えば有名な御三家の YouTube で、そう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 、でサイン会やりますんで来てください言って、ね、何人来るかみたいなやってみたらやってみて3人だったとか10人だったとかな。あ、だったらこの辺来たらまあさ、大映画とかこういうところでやってみる。100人ぐらい来たら大変やで。うん、観光大使やでも養老とか海津の、じゃあ養老の養老町の観光大使任命したんだから今日。あ、ほんであのマスコットキャラクターもちゃんと考えるからね、ブラックバスでね。そうやな帰ろう帰ろう、バイバー。どこがでかいんだお前、20センチ。お前釣り慣れてないでしょ。でも太っとるの。ちょっとなんかね、当たりでかかったんですよ。太っとるの。え、これでかいと思ったんだけど、ちょっと重いな。巻いてくるときにはこれ伝えます。いやでも重いわサイズの割に。当たりだけでかかった。うん、ここなんか栄養豊富なんかの。なあ。うん。そういうのにこんな太いのあんまりいませんもん。おい、しばる。はい。お前俺の釣り方見とったんか。いや、ちょっと見てなかったです。なんで見てないんや。いや、ちょっと向こうで自分の釣りやってたんで。今目の前でやってやったろうか。目の前で。はい。なんか大きい当たりです。すごいですこれ。よかったな一匹。キュウさん。当たりでかかったもん。ああ。物は小さかった。移動するか。食った。ことことあつことでかい出てる。ああバレた。バレたでかかった今の。